はい、どうもムックミユです。今回はライズオブピーという、ゲームをやりたいと思います。ただこれね、今回のは体験版になります。製品版は9月だったかな、9月ぐらいに発売なので、もうちょっと先ですね、になります。で、6月9日から6月27日まで限定で、このRise of Pの、体験版が配信されてたので、やろうと思います。はい。で、こちらのゲームね、童話でピノキオっていう童話があると思うんですけど、あれをベースにしたダークファンタジーアクションゲームになります。あのね、有名なピノキオピノキオの世界を、原作としたゲームということで、まあ、なんかソウルシリーズとか、あとなんだろうな、デビルメイクライっぽい感じもしたんですよね、ちょっとまあなんかアクションゲームでちょっとね、難しめのアクションということなんで、どんな感じかね、ちょっとやってみたいと思いますけど。はい。で、ちょっといつものごとくではないんですけど、ちょっとロケハンをしまして、音量設定とかね、なのでちょっとだけプレイしたのでデータあるんですけど、まあ新規ゲームで、はい、始めたいと思います。はい。ではでは、新規ゲームでスタート。Geppetto's puppet. We need your help. はい、ということで、これが主人公の男の子になります。まあ、なんかね、ピノキオの世界なんで、この子はね、ゼペットおじいさんに作られた存在ということだと思います。で、ちょっと左腕が義手なんですけど、この義手がね、ちょっと彼の攻撃方法というか武器になってまして、ここに、様々な、武器をつけることができるらしいです。で、そのつけた武器によって、ちょっとなんかこう、アクションが変わってくるのです。こう戦略をね、変えることができるっていう、まあそこら辺のちょっとした概要は見たんですけど、なので、自分の好きなスタイルで戦闘ができるんだと思います。あ、そこにいたのにずっと探してた。この声はね、ピノキオで言うと、妖精みたいな、いましたよね。ちょっと妖精すいません、ちょっとピノキオの。ピノキオの話をね、うろ覚えなんですけども、いやでもとにかくね、映像も結構綺麗ですね。とっても綺麗です。はい。ちょっと今 FF16 体験版とかも出てね、そっちに結構話題がいってるかもしれないですけど、このRise of Pこれも、あ、インタラクトできる、調べる。あ、ジミーに、これジミニーなの？急がないと？ソフィア。ホテルクラットへ来て、何が起きたか説明する。彼をホテルまで護衛して。護衛をしなきゃ。あ、モナドのランプ。コオロギガイド。ジミニーコオロギだもんね。コオロギガイドが、走れないのかな？おお急に。これ多分攻撃かな、 R に押したら。さあ外に出ましょう。役立ちそうなものを見つけるの、役立ちそうなもの。
あ、なんか光ってるね。調べる。でも街は危険よ。あそこの武器を使って。これ？この武器かな。ホテルまでの道のりで役立つはず。お、戦闘スタイル選択。コオロギの道、バランス、バスタードの道、機敏さ、スイーパーの道、強さ。え、キャラクター表示切り替えってなんだ。おー、パワーとスピード両方使った、まあバランススタイルってことだね。そのまんま。敵の弱点を攻める素早くて機敏な戦闘スタイル。手数が多いってことかな。非常に大きな肉体的強さを使って敵をなぎ倒す重たい戦闘スタイル。自分の好きなのを選べる感じか。どうしよっかな。機敏、バランスか機敏がいいな。機敏にしてみるか。じゃバスタードの道、機敏さにしてみます。OK。レイピアブレード、レイピアの。え？お手、この場所から脱出を推奨。L2？ あ！なんかゲージが減ってしまった。ゲージが減ってしまった。四角。何ボタンで攻撃するの？ L1 でガードって書いてあるんだ。これガードか。ガード。ダッシュ回避が丸。はいはい。ポーチ？あ、スタミナあるね。なんかソウルシリーズっぽいな、なんか。はい。あら？あ、ここか。よし。なかなか重たいドアだ。違う。ちなみにこれね、オプションで、結構ね、細かく設定できて、血のオンオフができるんですよね。優しい。装備、バッグ、キャラクター情報。あ、とりあえず進んで、駅だね、これ。あ、なんか、敵？プラット中央駅、雨の夜。あれは敵かな？これ敵ですか？あ、あ、なんだ、なんだ、ちょっと待って。R2 が特殊攻撃で基本攻撃 L1、R1。おお、おお、おお、なんだこれ。こう、ちょっと、死んでしまう。ちょっと待って。おお、早速死んでいく。いや、これもう、ソウル系の。ソウル系を思い出す。ちょっと待って、こうでしょ？ R1 で通常攻撃で、R2 で特殊攻撃、あ、下がって、こんなんできるんだ。で、丸で回避ね。オッケーオッケー。なんかでもさ、最初気づかれないとき、これなんだ、魂拾う的な。これ、これで、おっ、これで、これであれじゃん。危ない。あ、待って、ロックオンができる。そう。これで下がって。なるほど、なるほど。あー。レイピアはこういう使い方ができるんだね。なんか、ツンって、ツンって下がって、こう、間合いを取れる的な。クラッド駅へようこそ。ニュース。ノコギリ派のホイール。壮大な人類努力の結束をご覧いただきます。なんか見に行けんのかな。ちょっと待ってね。よし。ちょっとこの先行くか。何が待ってんだろう。あ、なんかある。入手。パルス細胞？あ、パルス細胞を使ってヒットポイント回復します。
使用可能数は上限ある。上限に達すると細胞は放出されます。細胞が発射されてる間に敵を攻撃した場合、パルス細胞は徐々に、あ、チャージされんの？四角で使える。使い切ったら、敵と戦ってたら、そのうちチャージされるよ、みたいな。なんか、あ、ここに書いてあることか。惑星最大の賞をお届けします。この世界の未来を体験しましょう。あ、敵がいる。ロックオン。ほい。あ、間違えた。なんかさ、最近四角ボタンが攻撃のゲーム多くて、ちょっと間違えて、四角を押してしまった。あ、いる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 。はい。はい。はい、一回避けてから行くのもいいな。なんかパリーとかもありそうだね。はい。うんうん。無駄に回復を使ってしまった。これ早めに使ってチャージした方がいいのかな。これで使い切ると武器で敵を超えパルス細胞がチャージされる。じゃあチャージしてみるか。あえて回復薬を使い切ってしまった。これはこっちは行き止まりってこ、あ、え、扉開ける。これはこっちはなんだ。あ、モナドのランプ、キャラクターの注意、暗闇の中では見えないでしょう。僕のスイッチを入れてくれれば明るく照らしましょう。僕のスイッチ、あ、こういうこと。え、違うな。僕のスイッチどうやって、あ、こうか。お、わかるわかる。あ、これで入れ替えするのね。なるほどね。てか今武器をなんか研ぐみたいな。え、ちょっと待って。おい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 、間違えたすぐ四角押しちゃうすぐ四角押しちゃうよよしよしよしすぐ四角を押してしまう。アイテムを使おうとしてしまう。こっちでいいのかな。え、なんかやばそうな敵いない？そこなんかソウル系と同じ感じだったら、あ、背後から致命攻撃できるぞ。そーっと近づいて、ここだー、こらーよっしゃー、どうだどうだってなんだ。これなんか、結構、あ、上から、あ、なんだ、なんかいるぞ、あそこ。わ、あ、お前いつまで来たんだ。はい、はい。ドーン、ドーン、ドーン、よーし。あ、待って、回復薬1個ずつ溜まんのか。無理に3つ使う必要なかったな。まあ、いいか。ただね、雑魚しかいないから。待って待って、道がわからなくなりそうだな。侵入し、乗客のメモ？このメモを見つけた人がいたら、駅から逃げてください。待合室には絶対に近づかないようにしてください。巨大な人形が人を叩き殺すのを見ました。いや、やってたね。え、に？鍵はかけたがうまくいくだろうか。少なくとも無差別に人が入ってくることはなくなるはずだ。私はもうすぐ死ぬ。だからこそ、微力でも助けになりたい。誰でもいいから、生き延びてくれ。物騒な話してんな。あ、そういえばガードとかあったね。ガード。え？走る？丸？こうか。走りながら L3 でジャンプ。あ、ジャンプした。忘れてしまいそう。待って、あいつは致命攻撃したいな。近づ、そーっとね。そーっと近づいて。
あぶねえ。あぶねえ。やられて。あ、待て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 。よいっ。急にロックオン変わっちゃった。ロックオン。多分私がスティックを触ってしまったんだな。入手。おぼろげなエルゴの破片。これあれ回復薬1から増えなくない？え、そういうこと？これ3つ絶対使わない方が良かったな。1個ずつしかリチャージしないのね。これあれか、あの変なやつ、変なやつがいるとこじゃないの？あ、おう、ロック装置。クラットのあちこちに装置でロックされた扉やはしごがあります。これらのロックを解除するか、はしごを降りればショートカットを作ることができる。この目の前のやつか。ショートカット入手して、ここか。ほら、開けたぜ。よっしゃ、これでショートカット。あ、ほんとだほんとだ、ショートカットしたぞ。あいつと戦いたいんだけどさ、ちょっと待って、これこっちの扉は何なの？こっちの、あ、鍵が必要だった鍵が必要でした。モナドのランプ、この下は何だっけ。なんかいるね、そこに。これどうしたらいいんだろうか。そこのそこの敵は、おら、こっち来い。なんかこれさ、1対1で戦わないとさ、結構危なくない？これ、囲まれたらすぐ死んじゃうよ。テルミット、ベルトを使う。さっきベルトあったね。アイテムやジェスチャーをベルトに装備して使用します。長押し？バツ長押しでアイテム使用。ああ、そうだね。ポーチにアイテムやジェスチャーを装備して使用します。これ。ポーチ。あ、ポーチ。あ、こういうことか。切り札。これを使用するとキャラクターが死亡します。ダメじゃね？切り札って何？これどうやって私が、あ、こうか。アイテム、あ、これ、あ、ポーチ、ポーチこれか。ポーチ。パルス細胞。武器耐久度を回復する。あ、そうなんだ。武器耐久度下がってる。耐久度ゼロになると武器破壊して、グラインダーでも修復できなくなっちゃう。耐久度ゲージを常に確認することが大事。はあ、これは延々と使えるやつなのかな。キャラクター即死。で、フェーブル、さっき手に入れたやつか。何に使うんだろう。ジェスチャー。あ、ジェスチャー。あ、ジェスチャー入れられた。武器の耐久値はどこで見るんだ？これを、どこで耐久値見るの？お、あ、あれか、白いやつね。ここだな。この奥。いやー、怖いな、あいつ。これ、後ろから致命攻撃、まず、お見舞いして、の方がいいんじゃ、あ、バレた？バレたな。バレたわー。
パリーしてみたいんだよな。これじゃない。あ、くそ、くそ。ちょっと待って。うわ。むず。パリーを。あ、違う違う、こうか。あ、無理。もう一回。これじゃないのかー。待て、待て待て。あ、違う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 。パリーをやってみたい。そこですね。よし。こいつを。パリー難しそうだな。うわー、3連続やんの。いった。いや、もうさあ、あれじゃない、なんか地名を狙った方がいい、これ。痛い痛い。おお、あ、違う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 、もう FF16 で、え、LRH を押しちゃうわ、余計のに。あ、危ない危ない、ちょっと回復しとこうか。あ、いた、避けらんないじゃん。いや、ガードの方がいいのか。いた。お、 R に長押しでチャージ攻撃。なんだ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 。ほう、倒したけど。目に装備、防衛パーツ、スロットから装備可能。ほーん。回復できる。防衛パーツ？装備？違うな。あ、これか。こっちの方が強いのかな。あ、体重が増える。体重、体重の要素もある。ダークソウルだね、これ。体重要素もあるぞ。これをこっちにすると、いや、そんなに変わんないか。お、アイテム入手。ノコギリ派のホイール。遊んで鍵を手に入れたから、そこ行けるってことか。扉を開く。クラット中央駅正面の鍵を。よいしょー。開いたー。外に出たー。はあ、すごいね、世界観が。お、雨の夜、クラット中央駅広場。ん？なんだこれ。あ、セーブ場所的な？スター、スターガーザー、なんて読むんだろうこれ。を読む、読むと、じゃあ使うと。HP とスタミナ全回復し、パルス細胞チャージされる。死亡するとこの地点から復活。キャラクターだけでなく敵も復活します。もう、ダークソウルですね、システム。デビルメイクライとか言ったけど、ダークソウルだな、どっちかっていうと。あ、待って、使って、あ、そうか、敵。敵も、スターゲイザー、スターゲイザーね。昔ストーカーズが使ってたの。人形の使用限度数を超える、数量を減らすか、設定値をリセットしてください。どういうこと。
人形に勝てない。私の力を一時的にスターゲイザーに与えることはできる。エルゴを集めてスターゲイザーがあなたを強くしてくれる。スターゲイザーの力は一時的なものだから注意して、急いで片付けてホテルクラットに戻るのよ。スターゲイザーを使う。レベルアップできる。保管庫レベルアップ。ダークソウルですね。エルゴね、あのソウル的なね。生命力、気力、積載力、原動力、技術応用。一旦これで OK で使っとかないとね、なくなると困るから。これ2回連続で死んだらソウル消失とかでしょ。あ、なんか調べられる。わあ、おお、なんだなんだなんだ、びっくりした。あ、パリーの練習したいな。ちょっとパリーの練習させてくれ、お前で。え、むずくない？ちょっと早いのかな。これか。進むぞ。まずあいつを倒して。なんかね、パリーの練習してたけど結構シビアなんで、とりあえず避けて攻撃した方がいいかもしれない。ワンワンいるな。おい、先手必勝。よし、あ、なんか来てる。危ない。ここら辺の探索をしてから進みたい。あら、通れない。あ、いるじゃん敵が。あー、やばい。2匹来てしまったかもしれない。危ない危ない危ない。よし。あれ、これもしかして敵全部、あ、違うか、向こうのやつじゃない。テーブルなったらクラットタイムス。あ、なんだこれ。クラット大博覧会は延期された。これは最近街を麻痺させている人形の反乱が制御されるまで市民を保護するために決定されたものです。人形、まあ敵確かに人形だよね。反乱はローザ・イサベル通りで発生し、数百人の死傷者が出てます。原因はまだ不明ですが、死傷者の数、被害規模ともに拡大している。危機が長引く中、コーボットクラット最大の人形工場であるベニーニ社は市民に緊急物資を提供し、状況を緩和するために全力を尽くすと発表しました。コーボの人形の制御プロトコルである4大規制の致命的な損失の可能性について対策本部が調査を行っている。しかし人形の反乱がさらなる負傷者を生み出している。現状への早急な解決策はない。赤化病の再発に備え、赤化病、市民には屋内待機を呼びかけている。しかし多くの市民がクラット中央駅から脱出を試みており、全体的な混乱が激化している。あ、私もそうだよね、クラット中央駅から脱出しようみたいな。てかさ、敵の方がよっぽど人形だよね。この主人公めちゃくちゃ人間にしか見えないけど、人間になりたいためになんか紛争するみたいな書いてあったから、この子も人形なんだと思うけど、義手だからってことかな。この義手を本物の腕にしたいとか、そういう。
あ、あ、いたいたいた。おいでー。ほいほいほい。あいつがやめろ。あ、危ない。いや、食らった。くそ。なんか急にあのロックオンが変わるのドキッとするな。こっちは二手、道が二手になっている。でもこっちの方がなんか行き止まりっぽいけどな。そーっと、そーっと近づけない？ほい！あ、無理だった！二人来ちゃったなぁ。二人。ほい！あ、二人っきり刺せる。ほい！よし。二体来ると圧倒的に私の方が不利だよね。ノコギリ派の方いい。壊せる。あ、そういえば、これを。よーし。たまにやんないと忘れちゃうね、これ。じゃあ、こっち行くか。なんか、あれは敵だね。で、行く道、二手に分かれてる。もう下に、あ、ここに一人いるな。おらー、よっしゃー。え、あ、やばいやばいやばい。来るよー。来るよー。誰来るよー。ほい。ほい。ほ、刺して逃げる。刺して。刺して、あれ、倒せてなかった。こいつ、こいつ回復しよう。そうか、ロックオンしてないと体力ゲージが見えないのね。やっぱ大量に来るとちょっと不利だね、私。大量とか囲まれてしまうと。おお、お前、びっくりした。びっくりしたな、もう。こっちでいいのか。こういうとこにこう アイテム隠れたりしてんのかな。このさ、なんか四角とかからもなんか出てきそうだよね、敵が。そういえばエルニってなんだこれ。ちょっと後で。あ、なんだ。最近の判断は一時的な不具合だと。これあれか、進む方もしかして。こっち進む方かもな。よし、先進もう。こっち、市民の皆様。あ、なんだここ、どうやって行くんだ。回っていくのかな。アイテム見えるけど、燃えてる。フェーブルアーツ、三角フェーブルアーツの使用。ガード中にフェーブルアーツへの使用。刃と絵があるの。三角、三角使ってみる。あいつで怖い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 。うわー、なんだそれ。え、フェーブルアーツ、これがフェーブルアーツか。で、ガード中に、あ、使えないわ。そうかそうか、攻撃しないと。いた。あ、危ない、危なー、食らっているー。すす、あ、敵やグロッキーになりかけている。
R2 長押しチャージ攻撃。確かにグロッキーなってかけてたね今。これあれか、3つフェーブルスロット3つ貯めないといけないのか。よいしょ。どっちだー、もうアイテムの方行こうかな。敵いそうだけど、めちゃくちゃ敵いそうだけど、なんか開いた。うわー来るー、ツン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 、もう一回もう一発ツンツンツンでね。おペルミット、おおびっくりした。なんかそのちょっと待って、遠距離攻撃が食らわないとこまで逃げて、こいつを先にやろう。よしで一回回復して、うわお前遠距離のやつガードすればいいのか。このウェアなんだ。ワンワンがすごいね、いるのは感じている。そこ、あ、あれか、後ろからいける、これいけません、落ちた落ちた落ちた、おいおい、よし、危ない、おい入手、フェーブル媒体かな。お、アイテム、おぼろげなエルゴの破片ってことか。エルゴが取れる、もらえるかもしれない。怖いなあ。アイテム向こうから見えてたやつだね。あ、これまた削っておこう。便利だなその義手。こっち行くと進む。私行けてないとこどこだ。こっちか。こっちは行き止まり。お、目的地ホテルクラッド。目的地を観察に最適な場所。ホテル、あれがホテルクラッドか。あそこに行けばいいんだな。